はーい、どうも、テッドマイデラとやっていきたいと思います。今回はですね、フレディを使って遊んでいきましょう。マップはディスターブドボードと。そして今回のフレディが、このサージをうまいこと活かして遊んでいきたいと思います。で、サージは、32メートル以内でダウンさせると、違うわ。ダウンさせると32メートル以内の発電機が爆発すると。で、戦慄が、今直してない発電機のやつが全部ブロックされるみたいなやつじゃなかったかな。で、そのちょうど手を離したところで、そこにイタチをかましていくと。この流れでやっていこう。はい、クロちゃん。ここは真ん中行かない。あ、そっち行っちゃダメでしょ。叩いたの俺だけど。あ、見たね。はい、見た。どこ行った？あ、そこ使うのか。あ、いない。やる。あ、そっち行く。板作ってあげよう、じゃあ。すげえな。え、板使わない系か？これもしかしてあれかな？パーティー、いや、ラグい！なんだ？デッドハウスじゃねえな、これ多分。あ、デッドハウスだ。やる。普通にやられたわ。さあ、今回、まやかしも板割りも、なんもないから、追うのがちょっとしんどい。単純チェイスは時間かかるかもしれないな。ラグすぎない？さすがに。はい。ただこの近くで回しろ発電機はなかったってことだな。このサージが発動しないってことは。ちょっと待って、何この邪魔な柵は。はい、でここで、あ、どれも触ってないわ。マジかよ。なんかあっち飛んでみる。破滅怖いな。破滅見られたしな。パーティーだった。あ、中にいたわ。この足跡見える瞬間ね。この自分が、あ、飛んだってなった瞬間に足跡見えるのダメでしょ。この辺に今足跡あって、あ、もう助けた。なんかこのまま追っていくか。多分反対側から出てくると思うんだけど、奥行く。もっと、まず、こんにちは。クロちゃんかわいそうだからやめよう。多分これイタチかますほどの発電機もないと思うんだよ。いや、あるわ。何してんの？イタチ。だけど、あれなんだよな。ここ、こういう小屋ぐる。しんど、あ、離れてくれた。小屋板使わん心情の人やな。その心がけいいと思いますよ。俺絶対使うけどな。死ぬぐらいなら使った方がいいと思うんだよ。あと、フレディが心音じゃなくて、子守歌だから若干、居場所が特定しづらいのもある。あと、ボロータイムが発動しない。こんなとこもあんの？スマチャクか。ああだね、珍しい。デイビッド・キングはデッドハードじゃないなんて。はい、届く。俺このなんか関係ない板があれだと思った。倒せる板だと一瞬思っちゃった。ちょっと、あ、板当て食らうと思ったけど、これ本物板じゃない。偽物板でもないものに自分も引っかかる。そこサージ発動してるから、そこにイタチはかませないか。そうだね。これで裏技はここで飛ぶふりして、こっち側から出てきた人を殴ると。前からなんです。こんにちは。さあ、クロちゃん、この辺の偽物ばっかだぞ。ここにも作っとくか。こっち側は板はないな。デッドハードなんで、このクロちゃん早めに使ってくれるといいんだけど、この辺でもう一回使うんじゃないかな。はい、ナイト。ただまだあのダウンが早すぎて、戦慄とイタチが、イタチじゃねえや、戦慄だけ回復してない。だからこれでブロックされることはないんだけど、クロちゃんあそこ回したよな。あそこにイタチかましに行こう。はい、戦慄が60秒だったかな、回復すんので。サージが40秒だから、山岡凛、あ、そっちの方が良かった。山岡凛とかで発動させるとなかなか回復までいかないことがあるんだよ。次の人ダウンするまで。蹴らなくてもよかったかな。はい、これ痛なかったのか。俺が壊したんだもんな、確か。あ、そっち行っちゃダメだって。ここは破滅 T があんだよ、破滅 T が。はい、偽物。あ、そっち本物。
危ねえ。あ、やばい、音が聞こえてるんじゃないか、トーテムがたぎる音が。離れなきゃダメだね、これは。多分この目にバレたのさすがに音的に。さあ全部ブロックされてるってことは発電機回してなくて回復を優先したのかな。早くない？あ、蹴られっぱなしだ。自分で蹴ったことを後悔してる。そのまま回復いくかな。さすがに離れると思うんだけど。あ、いた。クローネットさんもう終わりっすよ。次で見つかってますけど、あんま後ろ見てないな。あ、ちゃんと後ろ見てる。曲がる。あ、でも使わない。よーし、届く。フレディはなんか伸びて、なんか当たるような感じするよな。やめて、痛ってこないで。よし、みんな負傷してるから来れないな。みんな負傷してるっていうか怖いから来てなかったのかも。負傷してるって言った瞬間誰も負傷してなくてどうしようかって言葉に詰まった今。やめて、回しちゃダメでしょ。俺は完封を狙ってるんだ。なんだ、殴られたいのかそんなに。はい、タオさんない。今回のなんか名前の人たちがロシアの人と韓国の人と中国の人と日本人なんだよな。多国籍サバイバーなんだよ今回。しかもあれなんだよな、あ、真ん中あんまり行かないんだよな。こう真ん中強いんだけど。あ、スマチャクだ。そういや、はい、今発動したよ、降りた瞬間。でサージかまして 8% 減で、心音っていうか、あの、あ、心音が鳴るのか、寝てないから。でそこ離れたらブロックされてる。だから交代したまんま封鎖されてるのかな。あ、そうね。あえてそこ飛んでみる。メグ、初めてメグか、あれどうだったっけ、わかんねえ。あ、待て待て待て、あ、そこまでいった、倒せ。あ、今倒さないで、デビキンが倒したら一番面白かった。反対側から来るんじゃね。はい、全く関係ない人が殴られるやつで、せっかく回したのに立ちやかまされると。いや、いいですね、この自分がやりたいようにできるデッドバイデイライト。歩いてる、何してんの。ないっすよこんなんも。デッドハード、ない。あれ、この人がスマチャクか。誰だから、デイビッド・キングイコールデッドハードのイメージが強すぎて、たとえスマチャク1回使われたとしてもこいつワンチャンデッドハードなんじゃねって思う。みんなあるあるだと思うんだよな。初めてだこの人。でも全部封鎖されてたよな今。どこだ、じゃあどこ回してんだ。あ、そこか、なんかそこ回してるような気がするな。はい、気のせい。どこも触ってないな。あ、触ってますわ。なんかこの微妙なやつ奥にメグが見えた。そんなに救助行きたいか。もう BP2 倍期間終わったからそんなに美味しくないぞ。1回救出5000円じゃないからな。声でバレてる。この人釣ってこう。じゃ、救助に来ないとやべえんじゃねえか。回復優先したね。多分この後走ってくるよな。この人2回目だっけ、どうだったっけ。そうだよ、あっちが救助される。これ終わりですよ、もう板を上げよう。そっちじゃないんだよ君。あ、そう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 、今スマチャク発動した、そこのあなた
ブロックに入ってくんで、あ、通過通過してた。そうそうそう、もう地獄絵図やぞ。とりあえずダウンさせとくか、あの人を。でこの救助を促そう。メグに助けさせる。ストライク食らいたくないしな、みんなストライク。この人以外ストライクなんだよ。はい、こんにちは。え、こんな音なんだ。なんかすげえドキャンみたいな音鳴ったけど、こんなんなんだフレディの音って。はい、でメグが起こさないと、自分の体の回復優先したら試合が終わる。まあ、発電機は触れてないだろうな。ここら辺のだったっけ、メグの死体。メグじゃねえわ、デビキンか。デビキンがいねえな。どこだ、なんか外周、内周か、内周周りにいたような気がするんだけど、そこそこチェイスでいろんなとこ行ったから。え、あなたが、じゃあ釣りますか。待って、これ分かんないぞ。あ、服がない。あっちまではまあ届くだろう。デビキンがどこにいるのか分かんないな。でもここら辺にいたってことはデビキンも近くにいるのかな。はい、声上げろデビキン。マジで分からんぞ。あっち側行ってみるか。ここら辺にメグいたからワンチャンハッチ。頼む、声を上げてくれ。ハッチ探すか。あ、ハッチ出た。マジかよ。マジか、もう声も出ねえわハッチだと。単純に見つけられなかった俺が悪いし。あ、でもやっぱストライク持ったんだな、あの最後の人。あ、持ってるな。いやでも結局担がなくて正解だったね。じゃあ